もちろんこのアルバム単位の表示もできますし、例えばこちらのように、アルバムアーティストという形でそのアルバムのアーティスト単位の整理、または例えば、その CD のリリースされた年度ですね、まあ、こういった形でも、操作によって標準方法を変えていくことができます。さらに、例えばじゃあ何か、まあ、先生